皆様こんにちは。愛犬家住宅のセラフ榎本です。愛犬には特異の疾患を発症する子がいます。大型犬に多いのが股関節形成不全、小型犬に多いのが膝蓋骨脱臼などです。これらは先天的要因が7割、環境的要因が3割と言われています。環境的要因は愛犬家の皆様によってリスクを減らしてあげることができます。環境的要因として挙げられるのが、愛犬が足を滑らせてしまうフローリングの床。こうしたフローリングの床には床のコーティングがおすすめです。床のコーティングならセラフ榎本にお気軽にご相談ください。さて、愛犬丸抜クイズです。悪質ブリーダーの特徴は、見学させてもらえないといった点が挙げられる。答えは丸です。悪質なブリーダーはお金儲けが第一なので、犬を商品としてしか扱っていません。施設は不衛生で匂いが臭く、見学もさせてもらえず、犬に関して良いことしか言わないなどの特徴があります。以上で愛犬丸抜クイズを終わります。皆様方のワンちゃん、猫ちゃんための家のリフォームや増改築等ございましたら、お気軽にご相談ください。